草じゃ悲しゅうございます。この大阪に参られた幼いそなたが目に浮かぶ。いつかこの日が来るやもしれずと覚悟をいたしておりました。そなたをお返し申そう。母上のお気持ちでもある。何を仰せられます。すなたの妻、この命とののもの、どうかこのままおそばに置いてくださいまし。大阪城はそなたに居心地悪かろう。それは大阪の城。ああ、汚染、よくぞ申した。そなたは人の妻、話し合わせれば。この命、ただのものでございますれば。幾万の軍勢、押し寄せる。
わしは大御所様から書状を受けました。ほう、それは大野春永殿と計り、秀頼様をおいさめ申して、早々に和睦させよとありました。大御所様には豊臣家の存続がお心の内にある。それならめでたいことでござる。ところがじゃ、秀頼様は城を開くおつもりはない。あくまで決戦だと申されてな。太閤殿下のご意向いまだ地に落ちず、さらに人質千姫様大阪城におわすと。淀殿のお考えか。さにあらず、淀殿はいかにせよ秀頼様の御身第一、自らのお命を人質として差し出しても和睦に応じてよいとのお心。して裏久斎殿、いかがお返事をなされましたか。難攻不落の大阪城ある限り、秀頼様和睦にご勝因これなく、我が力及ばざること、かように大御所様にお返事申し上げました。いよいよでございますな。いよいよでございます。裏久斎殿は西軍、私は東軍、東西に相分かれますが、くれぐれも御身を大切に。古田織部様、共に平和な世を願い、和睦の道を求めましょうぞ。また茶の湯お招きに預かりたいと願います。